はい、恐れ山です。風来の試練4プラス修羅の道、現在 25F、ここからですね、高火力層が最後のね、層になりそうです。 28F まで、エリガンとか 29F まで、バナナなんたらね、緑のやつ出てくるんで、ああ早速だな。火力がねこの辺高いんですよ。ダメージ食らわないように進めていきたいと思いますね。と言っても何をしようかな。復刻の杖が2本あるんで、復刻を使っていくか。じゃあまずはちょっと待てよ。矢が結構あるんですよね。37本。結構と言ってもそこそこか。よし、で睡眠よけにして、なんだ、象巻き錦別か。まだ口なし出てないんですよね。おっと、あ、そっか。ちょっと待って、これやばいな。いけるか。いけるね。いや、ちょっとやばいことしない。ギャザ倒しとくか。この後がね、大変なんで。どう？エリガンか。さて、どうしよう。睡眠草はこれ合成したい。矢をね、あんまり使いたくないんですけど。窓をチェックするか。祝福の壺。よし、つうか3発いるか。ドラゴンね。お、変化。これで窓をポンと。無気力ね。よしよし。さて、変化か。この辺入れちゃおうか。お祓い割れない。変化ね。ちょっと待てよ。悩ましいな。ちょっと後で持っていきますか。変化じゃない。円筒は持って装備しないと。あ、魔物部屋。2個目か。ちょっと後で読みたいな、これは。あ、来てる。
そしたらね、これを装備したいっすね。戦闘装備。ちょっと待ってよ。確認をしよう。6の1。いいんすね。HP プラス10。これ20入ってるんで、プラス30になるのかな。4つですね。炎半減、サキャップ爆発半減。よし、じゃあこれ入れちゃおう。遠投外してる。あともう一個入んのか。なんかあるかな。音切りプラスは10か。10はいらんね。不幸の杖。ダメージ受けた敵をレベルを下げるってやつね。まあいいか。よっしゃ、9。よし。おうおうおう、一気に強くなったぞ。うん、こんな感じですね。強さ27。炎半減、爆発半減、サキアップ。サキアップ今日は俺シラフです。酒飲んでません。ね、お酒飲んでね、試練やったら俺はダメなんですよ。すごいよね、お酒飲んでさ、シラフ以上に力を発揮する人いるもんなんすね。よし、もう余裕か。エリちゃん寝てるね。青バナナ。もうちょっとこの辺でいいか。ふい、バカめ。取っちゃった。行ったらすぐもう出よう。ないな。よし、じゃあ次のフロア行きます。変化をね、使いたいんだけども、これチェックしよう。で、遠投外れてる。カイジャ、よし。じゃあ、カイジャ入れちゃおうか。空の刃。どっちがいいかな。睡眠する後にするか。じゃあ、カイジャ、投げる。で、空の刃。よし。エリガンか。じゃあ行きますね。バナナあった？焼きバナナ2本。はい、じゃあ行きます。 26F。 さあ、エリガンがね、迫ってきてますわ。はいはい。こうでいいか。かな。よし。ただこれやるとあんまりね、レベル上がんなくないんだよね。で、こいつエリガン？違うか。うん、まあいいかな。鈍足。
壺増大。あ、ちょっと待って、これ聞くんじゃないか。あ、聞かないか。そっか、もうてっきり呪いが取れると思ってました。取れないか。睡眠よけ。後ろだな。おっと、迷路部屋か。なんもないと。お、突っ込んでくるな。なんだこれ、何の音かな。そんなに強くない敵か。ウニか。こっちのウニね。どうたぬき。ここを接しぐか。まあ、問題は。よっか。キャザーか。65% なんですよね、満足度。なんだ、あんたか。あいきますよ。 27F。バナナ。解除。連続攻撃ちょっと入れれないですけど、睡眠入れとこう。これは重要で、鈍速振るか。こっちかな。睡眠層。強いね。吹き飛ばし、一時しのぎ、飛びつき不幸、場所外。飛びつき2本あるか。
ほっと。よし。ああ、まだもうちょっと。やめとこ。行きます。やめときます。エリカン。薬草か。飲んどっか。あら。お払いが使えないと。ねえ。呪いよけないんだよね、今ね。あったっけ？ないよな。識別じゃあ読みますか。そっか、巻物があったんだな。今は使う必要なしか。あら。強いね。お、いいね。と、飛びつき。癒しそう、ゲート。封印の杖。目薬。いいもんばっかじゃん。いいもんばっかじゃん。どうするよ。まだ合成できるかな。とりあえず、投げとこう。ウニと、ガラか。吹き飛ばし。いいもん多いな。吹き飛ばしが確かあったような。なんか使えたような気がするよね、これ。合成したんだよね。もう忘れてるね。どうすっかな。怪しいもんな。まあ変化にいっちゃおうか。カバ巻き。カバ巻きじゃあ識別しよう。口なしでした。で、もう一回識別使えると。よし。
隕石。隕石ね。プラス修正があればいいんですけど、今のところいいかな。これね、よしよしよし、いいじゃん。おお、鈍足まだ3回使えるか。で、何だったの？予約いらん。じゃあこれ持っていくか。で、鈍足使おう。よし、封印。目薬はね、持っていけないでしょ。だから飲もう。で、よかったら罠を使いたいですね。柄か。後ろか。ウニかな。ああ、見えなくなっちゃった。まあいいや。さてと、28F か。次の層、次のフロアで、これね。30F になったら読みましょうかね。魔物部屋。29F。